その最初の出会いが沙織織っていう、そのまあ好きにやりなさいっていう、何でもいい、間違ってもいいっていう、そういう織物で始めたのでできたのかなって。でその後だんだんそれで物足りなくなってきて、で伝統の織物とか、まあその糸を染めるとか、で最近ではその糸をその繊維から作るとかね、そういうことはその都度その都度なんかいろんな仲間がいて、そういう人たちもやっぱりその自然回帰していって、そういうものに憧れてる人がたくさんいるんですよね。同じあの織仲間っていうか。普通のその糸で織るんだったらこう模様を考えないといけないので、これだともう糸自体が面白いから、もうただ普通に織ってるだけで全然あの楽しい。まあ、みんなが助け合ってこう、まあ、いいその家具とか使ってそのいいご飯食べて美味しいもの食べて、贅沢っていう意味じゃなくて、ちゃんとしたものをちゃんと作って食べて、でなんかこう楽しく生きていくっていうか、まあ、そういうようなこう理想郷みたいな、まあ、そういうのを求めてた人たちがいたっていうか、でそういうのにすごい感銘を受けて、でなんかその名前をつけちゃったんですね、ここに最初来た時に。実際来てみたらやっぱり日陰なので、ここあの冬とか山がこう深いし谷だから寒いすごい寒いで、小学校なんでもうこのガラスも薄いし、そのやっぱり人が住むようには建てられてないんで、だけどその、まあ、ある意味そのあまり人がこう来ないところなんで、逆にその仕事には集中できる。一番良かったことはなんかその、まあ、植樹一緒なんですけど、まあ、緑が入ってきて目に、でその中でなんか食べ物も美味しいものいっぱい近くに安く手に入るし、ご近所さんからもいただけるし、なんかそういう中でこう、まあ、ゆっくり暮らすことができたことかな。
布目にしたりもするんですけど、こっちはね、こっちは打ち込まずに、はい、この真ん中を頑張る。短い時間でもこう本当に少し自分が今まで、まあ、織物とか一回やってみたいという方すごい多いので、まあ、そういう人が気軽に来てもう1日とか、まあ、遠い人だったらまあ1泊2日とかで来て、でこちらでまあ用意できる部分は用意しておいてあげて、で好きな糸を選んで織るだけ織って、でもマフラーがちゃんとできて持って帰れるとか、まあ、そういうような体験教室っていうのを割と昔から始めてたんですね。まあ、要するにその何かやってみたいという気持ちをなんかハードルを低くするっていうか。同じような志っていうかことをやってる人がものすごい速度でつながってきて、で海外からも今結構人来られるし、でそういう人がまた Facebook とかでどんどんなんか輪が広がっていくっていうか、だから割とど田舎に来たんですけど、あの逆になんかすごいそのつながる度合いっていうのはあの広くなったような気がする。あーすごい落ち着きます。ちょっとなんか瞑想みたいな感じですごい落ち着く。I had a lot of fun. Learning a new skill is always great. こうアーティストと、まあ、クラフトマンとその障害者の人とが一緒にこう共生していくことができないかなと思っていて、でなかなかまだ僻地なのでね、人はそんなにたくさんは来られてないんですけど、あの割とまあ楽しくこう過ごしていけるんじゃないかなっていう予感がしていて、 まだまだこれからなんですけど、自分で何かこうすごい勉強してきたっていうよりは、そのなんか折りを返した仲間がいっぱいいてとか、たまにはお客さんとかもすごいあの私よりもっと熱心にやる人いっぱいいて、そういう中でなんかこう勉強し合ってきたというか、そんな感じです。だから自分はまあ糸紡いだり好きなんだけど、あんまり上達してないとか、それをものすごい極めようとか、そういうすごい作家っていう感じでは全然なくて、まあ本当に自分の使うものを自分で作れたらいいなって、それを手ほどきできたらいいなっていう、そんな感じですかね。